こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。今日はツアイスウィーク2日目、福島雄二先生の会だったんですが、福島雄二先生の会の様子はちょっとなかなか撮りづらいことがありまして、今日は福島雄二先生の会の時のお話のところで、実はですね、福島雄二先生の会のところに今度今井忍先生のツアイスウィーク参加するんですけど、ワイドレンズは何がおすすめですかという質問が出たんですね。まあ、それはたまたま家族写真撮影のアシスタントで来てた方が、福島先生のところちょっとだけ見学ということでいらした時にそういう質問があったんですが、で福島先生がおすすめしたレンズというのが実はこれですね、スワイスのミルバス、あ、これ逆になってる、スワイスのミルバス 25mm の 1.4、まあ、1.4 分の25と書いてますけども、このレンズがいいんだよというお話をいただきました。広角域で周りの様子を入れながらすごいいいレンズだということで、まあ、これがどれぐらいいいレンズかというのも私自身も試してみたくなって今日は持ち出してみました。でこれで実際動画を撮ってみようと思います。ではミルバスの 25mmF1.4 をマウントアダプター経由、 EOS EF マウントから、ね、RF マウントに変えて EOS R5 につけてる様子ですね。結構ねやっぱり重いレンズですね。1キロぐらいあるんじゃないかなと思うんですけども、これを、はい、まあ、ワイドレンズですからこういった被写体を撮ろうかなと思って準備してるんですが、これは KT 中野ビル健康的な本社映えにいっぱい駐輪されてる自転車ということですね。これをこれから動画で撮ってみます。ミルバスの 25mm 最短撮影距離は 25cm ということなんですが、これね今ピントは合ってるんですけども、ここにあるブレーキハンドル、ここに合ってるわけですね。レンズ先端から見ると本当に近くですね。こんなとこまでピントが合うんですね。で F1.4 でぼかしていくとこんなに被写界深度が浅いということで、いやこれはすごいですね。肉眼で見たのと全然違うように映るということが分かりますね。はい、今これは自転車の手前のこの予備輪ですかね、あの輪輪となるベルのところにピントが合ってる状態なんですが、ここからだん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 奥にピントを送っていきますね。 F1.4 ですからね、この被写界深度の浅さ見ていただくとよくわかると思うんですが、こんな感じで撮れということですね。なんかもうこの状態ですごく映画っぽい写りという感じになってるのがわかるかと思います。 25mm という画角域は本当にツアイス独特のもので、まあ普通のメーカーだと 24mm とかというところだと思うんですけども、 25mm 本当にツアイスの真骨頂といったところでね。あと F1.4 ですから、もう一度手前のこのベルのところにピントを合わせていきますけども、こんな具合ということで、すごい綺麗に合いますね。で、もうちょっと被写界深度を増していきましょうか。絞りを F2.8、4.5、5.6 ぐらいまで絞って、シャッタースピードで感度を調整していきますね。こんな感じで、こうすると被写界深度結構あるの分かりません。もうちょっと後ろにピントを送ってみるかな。こんな感じで、はい、先ほどよりも深度が深くなったのが分かるかと思いますが、もっと後ろで見るのか、はい、あ、これぐらいですね。 F5.6 ですけども、ピント位置によって被写界深度の見え方もちろん変わってきますから、これはピント位置的には 50cm のところに来てるのか、はい、結構奥までピントが合ってる様子が分かるかと思います。はい、これは荒井交差点の様子を F1.4 の開放最短撮影距離の 25cm アウトフォーカスの状態で撮ってるという映像ですね。信号の色が変わったのが分かりますけども、こんな具合でボケが丸くて綺麗というところなんですが、だん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 奥にピントを送っていきますと、こんな感じで、はい、画角は広いこと分かりますね。 25mm のダイスの映像ということですね。撮
撮影はビデオ雲台じゃなくてスリーウェイヘッドなので動かしたような表現はしてないんですけども、システムカーボンの73にこちらレベリングベースの状態で撮影しています。水平出しは簡単にできて便利というところですね。そしてこちらのミルバスの 25mm ピントリングの回転角がね、最短撮影距離 25cm からこのように180度ぐらいかな、これで無限になるということで、しっかりピント合わせができるというレンズです。まあ、ぜひですね、ツアイスウィープでいろんなレンズをお試しいただける中でこのレンズ注目のレンズだと思いますので、触ってみていただければと思います。あ、今ちょうど消防車とか救急車通ってきましたね。